こんにちは、今回はハイハットクラッチ、ハイハットを挟んでる、部品があるんですけど、それの説明です。なんでハイハットクラッチの説明するかっていうと、僕普段レッスンですレンタルスタジオ使ったりとか、あと昔スタジオで働いてたこともあるんですけど、とにかくですね、ハイハットクラッチの使い方がよく分かってない人が多くてですね、あれ結構重要で、ハイハットの音色とかにも影響しますので、全然分かってない、もうただあれ挟んでくっついてりゃいいんでしょみたいな人が結構多かったので、今回ちょっと動画にしてみました。それでですね、ついでで恐縮なんですけど、他の道具、例えばスタンド、シンバルスタンドとか、スニアスタンドとかドラムのスローンとかも、使い方分かってない人が結構多くてですね、特にシンバルスタンドのネジ、高さ調節するネジですね、あれをですねぎゅうぎゅうに、下手したらもうスティック使って締めちゃう人がたまにいるんですけど、あれをやってしまうとですね、ネジがダメになってスタンドも下手すると壊れてしまうので、あれはやっちゃいけないのではないでしょうか、というかやらないでください。そんなに締めないと高さが動いちゃうやつは、ネジの部分が少し壊れたりとかしてると思うんで、店員さんに、言ってください。あとですね、結構多いのがこのスネアスタンドのここの開き具合ですね、これを調節するネジとかがここに、この辺りについてることが多いんですけど、スタンドによってね多少違うんですけど、これがですね、ほっとくとだんだん、特にこのスタンドの場合はこう使ってるうちにだんだんこれがこう下がってって、思いっきり開いた状態になると、ここがスネアの下のところにくっついちゃうんですね。その状態で叩いたりとか、その状態にしてると、この裏に蛇腹って、針金みたいなの走ってるんですけど、あれが変形したりとか、ヘッドが破けたりとかしてしまうので、必ずですね、ここはですね、ちゃんとスネア上セッティングしたら、こうやって締めるためのネジがここについてますので、それで、しっかりとホールドするようにした方がいいと思いますね。はい。で、とりあえず今回はハイハットクラッチの説明で、そんなの俺は知ってるぜっていう人はもう当然この後は見なくても大丈夫です。全然当たり前のことしか話してないんで、なんか小技とか裏技とか、すごい話を特にしてるわけではないので、はい。ではどうぞ。今日はですね、自分のスネア使おうと思って持ってきたら、この前ミュージックビデオを撮った時についてたメッシュのヘッドがついてて、せっかく持ってきたのに使えませんでした。へこんでます。持って帰ります。はい。触っていいですか？あ、どうぞ。本当だね。はい。というわけで、今日はですね、ハイハットクラッチの説明、これハイハットクラッチって言うんですけど、あまりにもこれの使い方を知らない人が多い。スタジオに、レンタルスタジオとかに入った時に、この上のワッシャー、これ呼び方メーカーによっていろいろあるんだけど、このワッシャーが2個本当はないとダメなのか、1個だけになってたりとか、もうめちゃくちゃなことがよくあるので、ちょっと簡単なんですけど説明します。構造的にはこうナットと、フェルト、それとまたフェルトがあって、でこれ2つ必ずついてます。一般的なやつはこれワッシャーって呼んだりとか、ロックナットとかなんか言ったりするんですけど、これですね、たまに上はフェルトついてんのに、こっちがフェルトなくてこれで閉まったりとか、あとこれとこれで挟んでたりとか、あべこべになってる時あるんですね。でこれすごい大事なんで、実は順番的には、このフェルトで
ハイハットシンバル挟むのでこうなんですね。でこうでこれを入れるわけなんですけど、でこれでやったらできたとかじゃなくて、ドラマーならですね、この上のこの2つのワッシャー、まずこの下のワッシャー、これを下へこう回して下げてきます。でこれ下げれば下げるほどだんだんきつくなってきて、まあ目いっぱいまで締める人もいますけど、これでここの締め具合で、下のこれの締め具合で、この上のハイハットのこの揺れ具合が調節できるので、これカッチリ締めるとほとんどもう上締まらなくなる、あ揺れなくなります。ですのでこれはもうあのハイハットのチューニングみたいなもん でこれ緩めて上のシンバルがこう揺れるようにすると、結構あのラフな感じで音が出たりとかするので、自分でいろいろ調整して試してみたらいいと思うんですけど、あと問題はですね、この上のワッシャーね、この下のワッシャーで、締め具合を調整した後に必ずこの上のワッシャーをこう締めてください。これいわゆるなんていうのかな、ダブルナットっていうやつで緩み止めなんですよ。これをやらないと演奏 中とかにこれ勝手に回ってどん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 緩んでったりとかするので、この上のやつ必ず締める。そうするとあのここの、ワッシャーが緩まなくなるので、あの便利です。便利っていうかもうそういう構造なんで、はい、下はいいんですか。下はもう目いっぱいまで必ず締める。それでこれなんかはあのただこうナットでネジになってるだけなんですけど、最近のやつはあのほらチューニング機でここを緩まないように締めるようになって、パールのやつとかもそうですけど、そういうのもきちっと締めて演奏中にこれが緩んだりとかしないようにするのが大事です。前裏技ありますよね。何でしたっけ。あのこれそのあれがスタジオになくてボルトで、ああはいはい、このね、はい、このネジないときは普通はスタジオの人にすいません、このネジないですよって言えば OK なんですけど、なんかこの前無人のスタジオ入ったときにここなくて、あのこれ6ミリなんですよこのネジで、ドラムのチューニングボルトとかこういうのも全部6ミリなんで、どうしてもここのネジが見つかんないって なってあのスタジオの人もいない、いても替えの品物がないときはこのチューニングボルト引っこ抜いてここに刺せばあの代用できるので、まあ豆知識、はい、あの人生初の豆知識でした、はい、あそうですかはい、そんな感じでどうもありがとうございました。皆さんハイハットクラッチを正しく使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。